大学恋と仕事と社会の Q&A、皆さん今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、これちょっと内々の話で恐縮なんですけど、うん、いつもこの番組当然皆様から質問で、運営してるんですけど、はい、なんかね、この4月というか3月ものすごい多いんですけど、あ、なんでそれ時期なんでか、なんかちょっと生活が変わるっていうのもあって、みんな少し不安になってるかもしれませんね。やっぱ3月4月ね、学校だったり、ね、あの職場だったりちょっと変わるじゃないですか。なので、まあ、今日来ていただいてます。女性の方、はい、29歳、お絶望だと思います、うん、こんにちは。私はここ数年出会う方々に品がある、育ちよいし、うん、ブランド品好き、高級志向など勝手なイメージをつけられて、特に恋愛面でそうしています。なるほど。私自身は外食よりも手料理が好きで、服だって5000万円の品は高いと思ってほとんど手を出しません。高級品も持っていません、うん、なのにデートする相手やお付き合いする人は私イメージをかぶせて勝手に無理して自滅し去っていきます、うん、婚活アプリで出会い真剣交際に至った男性には、彼女としては良いけど、結婚相手としては考えられないと、交際たった2ヶ月で振られました。過去1年以内に別れた人なんかなかったので、うん、2ヶ月で何が分かるのと振られた時は納得できませんでした。今までは友人関係や紹介からしか交際に発展したことがなく、変なイメージを持たれたこともなく、長いお付き合いの末プロポーズされたこともありました。ただ現実的に友人関係がないというのは身の回りではもう考えられず、新しく出会う方には、敬遠される女性像のようです、うん、私の何がいけなくどうしたらいいと思いますか。ご回答いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。なるほどね。失礼したからです。あのね、こういうのって、はい、その人の持って生まれた個性とかトーンがあるんですよね。なるほど。だからすごくお金持ちでも庶民的に見えてしまう人もいれば、はい、特にそんなにあのリッチじゃなくても、なんかあのクラス感がある。でもそれはあの悪いことじゃないですよね。ちょっと持ってもむしろ羨ましいですよね、はい、だから多分この人高級なものとかちゃんとしたものを着るとかっちり似合う体験なんですよ、うん、なので、いや、間違っているのは婚活アプリだと思いますね。婚活アプリとかで、人間を型として見てしまう。で、限定法じゃないですか、この別れた男っていうのも。なので、婚活アプリはやめて、友人からの紹介っていうのをバンバンあちこちに頼んでみましょうよ。それとうまくいっていたんだから。そうですね、うん、単に変えなくてもいいかもしれないですね、うん、だからそのクラス感がある、気品があるっていうのが一つのメリットなんで、自分のいいところだと思って、それはそれでいいんじゃないですか。うん、現実的な友人から恋愛というのは身の回りではもう簡単、身の回りではっていうだけだから、今後別のところから、そう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 、うん、だから友達関係全部にさ、なんかいい人いない30歳ぐらいでとかっていうのを回してもらって、うん、その中でピックしてさ、ちょっとデートするぐらいの感じの方がいいんじゃないかな。もうさっき井田さんおっしゃった、その冒頭で言った、うん、その人その人がトーンがあるって言いましたけど、うん、そのトーンと、うん、なんて言うでしょう、この方がちょっと自分で言ってる新しく出会う人に敬遠される女性像のですというか、うん、なんかトーンとその自分でなんだろう、なんか勝手にラベリングしちゃうとか、ね、うん、そこら辺を分けた方がいいですよね。そこはズレがある人って言いますよね、うんうん、だから自分のことをもうちょっと考えてもいいかもね、うんうん、だから高いものとか持ってないとかさ、そういうことは相手にちゃんと話せばいいんだし、うん、別にそんなにデートだって頑張らなくていいよっていうふうに言えばそれでいいと思うんですよね。品がある育ち良いでしょうって、なんかそんな悪いこと、うん、いや全然ないと思うんですよ、ね、男の人はそういう人の方が好きですから。だから逆に言えばやっぱり相手の問題だよね、うん、男の子の中にだってなんかカチッとしていつも清潔感のあるちょっといい服装なのに、よく聞いてみると全部ユニクロだみたいな人っていますよね。いや、でも皆さん知らないですか、婚活アプリ、うん、まあ僕の時代なんてなかったからあれですけど、うん、この間仕事でたまたま話した若い女性がやっぱその婚活アプリやって、はいはいはい、見せてもらったんですけど、うん、まあ、その彼女は女性だしすごいいっぱい引く手あんま話しするんです。やっぱりそこに来てる男性結構 やばい人が多いっていうんですよ、ね、だからさ、婚活アプリとかで頑張ってるような男って本当にもうダメなやつ多いんで、あんまそっち行かなくていいよね。ちょっとやばい感じしました、ね、やっぱリアルな方でもうちょっと頑張ってみたら、婚活アプリの方はサブにしてリアルな方で紹介をあちこちで頼むっていう、そうですね、の方がいいと思うんだよな。ちょっとポジティブに反応を直して、
いい感じですね。いや全然マイナスじゃないですからね、うん、逆になんかそういうあの普段カチッとしてすごい人がちょっとなんか弱みを見せるとか、うん、ちょっとエロくなる瞬間みたいなのが男の人にとっては最高のなんか大好物なので、ギャップですね。そうそう、そういうギャップをうまく活かしながらですね、はい、まあ、あのいい男の人を、ね、探してくださいって感じかな。そうですね、うん、ぜひ。いや全然問題ないと思うけど、いやもう春ですね、はい、ぜひぜひ。さあ、この番組では皆様からの、ね、ご質問を募集しております。また、ティガさんのサービス世界フィクションディレクティブの、メンバーを募集しております、どちらも詳しくはティガさんの公式サイトを、ご覧ください。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。